はい、というわけで今日は三崎町立柳原学園にやってきました。鉱山でね、まあ、昔ね有名だった地域なんですけど、学園がねできたということで、今日なんか特別に入ることができるんですけど、ちょっとね見ていこうかなと思います。ですよね、ここから鉱山5秒旅線まで。ですよね、なんかいろいろ僕もそれがすごい興味あって、東洋一の鉱山で天皇陛下が2回来られてる。あ、そうなんですか。そんな街だからそうなんですか。あの不幸不団体で、あの要は国から仕送りなくてもやっていくぐらい裕福だった。あ、そうなんですか。もう名だたる芸能人が来て24時間の飲み屋があったそうだし、なんぼでも。あ、そうなんですか。パチンコや映画館5000人ぐらいだけど。東洋一ですからな。もうここをね、街づくりの拠点にねしたい、大きなイベントもねここで、したいし、ここの学校、児童館も、それから放課後子どもたちが勉強する寺子屋もね、はい、これはあの住民の皆さんが運営してくださるんですけど、まあちょっとこの辺にね宅地も開発して、まあ、すごく問い合わせがいっぱい、この拠点にねして、せっかく作った、こいつまでも存続するようにね